ラインス・ボンガルツはドイツの指揮者。1894年、プロイセン王国クレーフェルトに生まれる。1908年から1914年まで地元の音楽院で、エリーナイにピアノ、オットー・ナイツェルに音楽理論、フリッツ・シュタインバッハに指揮法を学んだ。1919年より合唱指揮者としてデビューを果たし、1923年に、 メンヒエングラートバッハの私立劇場の指揮者となった。1924年から1926年にかけてベルリン国立歌劇場還元楽団の指揮者を務め、さらに1930年まで毎人間宮廷楽団の指揮者を務めた。1930年から1933年までは豪太の音楽監督を1933年から1937年は、 カッセル国立歌劇場の学長を務め、1939年からザールブリュッケン歌劇場の音楽監督となったが、1944年に戦争の影響で中断された。また、1944年にはベストマルク交響楽団の主席指揮者を短期間ながら務めている。第二次世界大戦後は、1946年から翌年まで、 ライプツヒ音楽院で教弁を取った。さらに1947年から1963年までドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務めた。1969年にベルリン芸術アカデミーのメンバーとなった。1978年5月2日、ドレスデンにて没。ライプツヒでは学生時代のクルドマズアに強い影響を与えた。 1955年からは自身の下でマズアをドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の副指揮者にした。なお、マズアは後にボンガルツの後任として同団の主席常任指揮者となった。ドレスデンでは当地のシュターツカペレドレスデンを指揮していたヘルベルとブロムシュテットとの交流があり、ブロムシュテットがコンサートの準備をする時間が足りないときはアドバイスをすることもあった。 なお、ボンガルツ自身も下、ツカッペレ・ドレスデンを指揮した。ABCDE 音楽の友者編、名演奏家辞典音楽の友者、1982年、963ページ。音楽の友者編、名演奏家辞典音楽の友者、1982年、974ページ。AB 音楽の友者編、名演奏家辞典音楽の友者、1982年、 975ページ、ブロムシテット37ページ、シュタインドルフ126ページ、ありがとうございます。